へえって言わなあかんよ。あのね、今日またいろいろ動きありまして、はいはい。あんた検察庁の話しとったっけ？うん。今度説明があるっていう話は。うん。あ、それは聞いとったの？聞いてます、聞いてます。あ、じゃあ聞いてればいいか。これ、津島警察の人が聞いとったっけ？何ですか？津島警察の柴田係長から電話あったの。あ、そちらに。再度、あの二人から事情を聞きたいと。二人、ああ、監禁された二人ね。はい。ないね。あ、津島警察のこと、あの、警察のこと言ったったっけ？ねえ、どんな話ですか？だから、国訴状のことと、抗議要請文11月4日付か、そのことについて説明したいから2人連れてきてくれた。被害者2人と通訳と大西さん4人で来てください。なるほど。うん。それが一つ。それは聞いてないでしょう。いや、エサマ。自分は聞いてますけど、録画はしてない。ああ、わかった。それと、もう一つは、津島警察の柴田係長から電話があって、大西さん申し訳ないですけど、本当まあ、へこへこだ。はい、ちょっと言っていいかどうか。すいませんけど、はいはい、もう一度二人から、チラとタラから事情聞きたいから、ほう。来てもらえませんかって言って、結局決まったのは、明日17日にシラ、で、22日にタラって決まったの。ああ、津島警察に。津島警察に行くわけ。で、なぜかというと、結局抗議要請文、11月4日かな、聞いてて、要するにその、近藤昭一のね、秘書の質問に、電話に対してね、津島警察署が、適正な捜査をしてますと言って答えたと。で、いろんな癒着のことを書いて、何が適正ですかって書いてあるわけ。で、そのコピーも、そのことは検察直接関係ないもので、検察庁への抗議を説明に書いてないけど、それを同封してるもんで、国会議員のもんで、検察も悪くって、だから今までは、普通だったらもう検察もほっとって、そのまんま、まあ、書類送検だけされてね、それでしかも検察のお墨付きで、夫婦が台湾へ逃亡して、ちょっと静かにしてよ。ちょっと、できるだけ小さくて話、大事な話だから。小さくで。でね、聞いとってよ、まあ、それは、ね。それで、だから、抗議要請文、その中に、まあ、検察内会計で同封して、津島警察の、抗議文の中に、近藤秀の名前出てるから、検察が送ったんじゃないの。普通だったら、もうそれで終わり。ほんで、夫婦が台湾行って、だってもう事件から1ヶ月、送検から1ヶ月経ってんだよ。11月14日でちょうどもう1ヶ月なの。ほんで、起訴もされない。事実関係極めて迷惑だよにもかかわらず。しかも台湾逃避行を認めてる。そうですね。ね。で、僕が台湾行ってるんですか知ってますかって言ったら、私は担当違いますが、特別捜査本部で雇って、あるんだと、そういうのは。いや、一般的に、そういう事件の事例は特別捜査本部でやるんだと。で、僕はなぜ、国訴状を受理しなかったって言ったら、その国訴状のことと、抗議要請のことについて説明するから。まあ、それは検察が説明する。検察が、4人来てくださいってことで。だから、まあ、国会の名前出てるってのは大きいと思うんだけど。そうですね。だから、津島警察さんこれで闇院を葬ると思ったのが、それがまた再聴取になった。なるほど。で、明日、明後日と、まあ、国産夫妻。え？津島署に行って。明日、明後日じゃないって。だから、明日と22日でしょ。明日と22日ですね。ほ、うん、で、それ、だそれについてはもう一つそういうこと。それから、経営者側から、書類が届いて話し合いに応じたいと。それも言ったかな。まあ、それは届いた時に。話し合いに応じたいということで、で、まあ、言ったらかどうか知らんけど、それで、電話でいろいろやり取りして、で、そしたら、あんたそのヒットのとこっち側提出した被害届見てるの見てないですと。話し合いの前に、21歳話し前に、見たいですから送ってくださいって言って、それで、とにかく、だけど、YouTube だね、見たけど、団体交渉要求って言ったってね、お酒飲んで、選挙と言っとると。選挙と、この、
大きいパイね。大きいパイじゃないよ。はいはいはい。はいはいはい、そうですね。ね。おで。えぐれてる方はこちらに。はいはいはい。ね。YouTube で見てるわけだよ。これで、その、あの、ちょっと、ちょっと、あんた自分アピールしないでほしい。大きい牌が、大きい牌がきっかけですから仕方ないです。はい、はい、続けよう、はい。それで、あの、何がそのね、あの、だって、団体公職って選挙ってそこで言ってるじゃないかと。選会とか言ってね。じゃあね、酒飲む人はね、ここにずっとって一滴も飲むな、飲むなっていうことかと。みんながこういう討論の、ね、打ち合わせするだろうって言って。黙ったけど。で、まあ、なんちゅうか、早く応じろって話ですよね。うん、それで、いろいろあるんだって。それで、その、話し合い動向とか言うから、あの、火か。あの、それで、僕、あの、まあいいや、その資料送付に伴ってやね、あの、お遊びでね、もう触るなよ、もう、話してるのにもう。あれね、これで、あのね、あの、忘れちゃった。言いませんけど、海行くときも気になったけど、帰りもあの、ね、話したときも気になるもんで、それで、あの、まあ、あの素人法律論議でね、あの、あの緊急避難とかね、あの海にいたきらって二人どけばどうどうとか、はいはいはい、農案書を書いて、で憲法、あ、昨日の夜車で書いてたやつですね。そうそう、あの書いてそれも同封して送ったんだ。お遊び、お遊びだけどね。弁護士宛てにということですね。うん、弁護士宛てに。これで何が出ていけかということで、で片方ね、損害だし、その生存権、人権の問題で訴えることは、その、過罰的法制とも書いたよ。水俣病のあれで、なんか暴行とか言って無罪になったでしょ、裁判で。ね。そういうことも書いた。だからね、それで、それ、もう一個あるの。まあ、それはまあ、内容説明。はいはい、その次の話。そんな詳しく言うことも、はい。次の話を。はい、はい。半分遊びで言って。今日。この町内会会長もね、応援してるって言ったけど、はい、町内会の婦人部の人が3人来て、おーすごいですね、僕はいなかったけど、佐々木さんいたんですよね、3人来たと、たくさんじゃない、3人来たの、それで佐々木さんがいたんじゃないんですか、で佐々木さんがですよ、ね、たくさんって聞こえたもんね、はいはいはい、それで、ね、あの、途中でやめないで頑張ってくださいと、やめたらね、突き上がって、あれだからね、頑張ってくださいと、応援しますと。それで、あの、これからね、寒さも雨とかあるからね、そうですね、雨頑張ってくださいと、寒さ、頑張ってくださいって言って、地域住民の応援があったと。だから、なんか、僕は今初めてなんだけど、あんまり表立って差し入れとか応援はできんけど、角が立つから、敵対関係なんだ。そう言っててもね、あの、だからね、あの、あれなんだわ、あの、何かあるんだって、具体的なことを言わんけど、うんうんうん、何もなきゃね、お湯もないけど、まあ何かやっとるなと、うんうん、まあそれはひどいから、うんうん、ね、これはひどいから、それはまあ座ってるのはしょうがないなと、うんうんうん、ね、ぐらいだと思うんだわ、うんうん、わざわざ言いに来るっていうことはね、何かある、何かあるでしょうね、前にそれは言わんけど、うん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 、それで思い当たる節があるわけ、江口さんその位置いいですね、その思い当たる節がある、その位置にいてください、ずれた思い当たる節があるわけ、それでなぜかというと、29日荷物取り返すかもしれんって言ったときにね、うんうん、罠にはめられたんだけど、また再監禁されたんだけど、その時に、俺が名刺も渡したのに、霞に名刺渡したのにマフィアンしたとか言って言い出したんだけど、特筆と話してるわけ、田んぼどうなのかとか、はい、でマンションのこととかね、これは満タンだとかね、はい、またごとごとして言っとったわ、うん、で、こんなことね、こうやっておったらね、まあ悪い意味でだけど、有名になるよって、こんなもん評判になるよって言ったわけだわ。うんうんうん、こういうことやっとったら、悪いことしとったら。うんうんうん、したら、いやもう、じゃあ十分有名ですって言ったんだ。あ、そうなんですか。徳一が言ったわけ。ほう、有名。ということはね、悪く有名なわけ。よく有名なわけじゃない。そうだったら、そんなもん、
町内会長がね、応援しますっても言わんし、婦人会が来てわざわざ頑張ってくださいって、応援しますってね、途中でやめなさいって、なん町内会の婦人部の人がなんで3人で来て言いに来るの。そうですよ。有名だって悪く有名なわけよ。うんうん、なるほど。あの、当時言った意味が分かったっけ、僕は。うん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 。僕っていう年でもないけど。58歳です。58ですか。68。68ですよね。58でちょっと一杯飲みなあんた。なあ。ちょっと言い間違えてみましたよ。68。言い間違えたの？もう、いやいや、じゃあもう飲まない。全然違うの。58なわけないやないですかね。もう孫もいるんだから。そういう変化があったと。で、地域住民の方がね、応援してるってのはすごいですね。いや、だからバックグラウンドがあるんだ。もともとなんかあったんでしょうね、周囲とね。言わんけどあるわけ。あったから、おいおいやってくれるっていう、そういうことだ。なるほど。だから宝マンションの、あれでも、乗船に行ったら、ね、住民が出てきて、やっぱり乗船ってやるもんだわ。教育費200万払ってないで、支払い命令判決出てるからな。ね。で、出てほしいけど、分譲なもんで、レンタルなきゃ言えんて、そういう話も。なるじゃあ結構今日大きな変化がありましたね。とにかく、僕が泣きが入って話し合いたいということを含めて、もう、形勢は圧倒的にこっちに有利になってます。寒さも厳しくなってますけどね。今こうしてて、もう寒い。しょうがない。寒いです。それは誰にも言うの。そんなこと言ったら。いや、そこは真面目に怒るとこじゃない。ジョークじゃないの。ジョークだね。鬼ぐらいみたいな顔してるじゃないですか。寒いって言ってね、誰に抗議してどうするの。じゃあ抗議して、寒さじゃあすいませんってやったかもなるの。試しに霞に抗議してみましょうか。寒いぞ、なんとかしろって。完全に言いがかりですね。昨日から、今やらなかった、行って観光していたから、乗船打ってるということで、今でやってなかった、一応やってなかった、駅前乗船と、市役所乗船、昨日、今日、2日やってます。あ、本当か、市役所にもありましたか。それと、店の出入りのチェックね、お客さんに来てたら、事情説明すると。うんうんうん、なるほど、なるほど。入るなってことじゃないよ。誤解しないでよ。説明したらみんな帰ってきます。まあ、帰るのはお客の判断です。今でもバタバタしちゃったけど、意図的にちゃんとね、入門チェックして、ね、来たお客さんには、今節丁寧に、ここの経営者こういう悪いことしてますよってことを説明すると。うんうん、それ、だからその、だから、乗船と、店の前のチェック、昨日からやってます。なるほど。大体それが、現在の状況。進展してきましたね。はい。はい、わかりました。寒いですけど、頑張りましょう。はい、本当に今日冷えますよね。しかも、豚汁無理じゃないの？ざっくりが止まらないみたいですね。大丈夫ですか？ヤイクレスさんね、こだわりが多いもんだからね、温まるまでダメだとかね、俺はもう、早く言いたいんだけど、お預けだわ。お預けですか。エルさん、どうですか？ワンとか言ってますよ。ねえ。もういいんじゃないの？やるわ、この人。誰よ、しゃっくりが止まらない。いい加減強化してよ。みんなこれ待ちぼうけなんですか？そうだよ。私の聞いて、私が納得する。豚汁食いたいけど、みんな待ちぼうけ。エグラさんに注目を皆さんしないか。冷たい豚汁は食べられませんもん。まあね、でもまあ、このガス、別にガスコンロガス少ないんじゃないかな。ガスね、これ、買えるなんて言うんだけど、猫の声はあるからさ。全部使うまで。買い切るまで買えるいやいや、だから、入れ替えて、もっと小さいものの時に入れれば。だけど、ウィーってあったか冷たくなかったらな。大丈夫だ。中華、小鍋に移してやっていけばいいね。全部温めするから。ネギまでちゃんと用意してるじゃないですか。作るじゃない、うまそうじゃないですかね。ネギね、忘れて。ちょっと、聞いてくれる？なんですかね、この対馬のね、店のすぐ手前まで来たら、ネギ忘れたら絶対取り食って。そこの、ほんの500メートルの前まで来て、ネギ忘れたら取り行けって。近くで買えばいい。あ、エグレさんが？近くで買えばいいじゃないかって言ったら、もうダメだって。私の刻んだやつを取り。ああ、取りに戻ったんですか？そうだよ。大変ですね。1時間ぐらいかかったんじゃないですか？それは嘘だけど。あ、嘘だ。嘘を言ったら、戻ったことは違うけど。すぐ近くで思い出す。まあもう、まあ結局、戻ったわけじゃなくて、どっかで買った。いや、戻ったの事実。あ、どっちなんですか？だけど距離が違うって。距離が違う。気がついて取りに行ったんですけど。なるほど、なるほど。はい。じゃあ、豚汁食いましょうね。テレビ中継ですか？はい。テレビ中継は、まあ、インターネット中継ですけど。